下宿人はイギリスの SF ドラマドクター・フーの第5シリーズ第11話2010年6月12日に BBC1 で初放送された。脚本はギャレス・ロバーツが担当し彼が2006年のドクトル・フーマガジンに掲載された自身のコミックストリップザ・ロジャーをもとに執筆した。本作では11代目ドクターが地球に取り残され サービスに乗ったままのコンパニオンのエミー・ポンドも未知の力により着陸を妨害されて離れ離れになる。調査のためドクターはクレーグ・オーウェンズの共同住宅に下宿し知らず知らずのうちにクレーグと彼の女友達ソフィーとの仲介に貢献しつつ一般的な人間の生活に合わせていく。制作葬式のスティーブン・モファットはロバーツの原作コミックストリップのファンであり第5シリーズ用に エピソード化することを熱望した。コミックストリップのいくつかの要素は残されたものの、ロバーツは本作の大半を一から書き上げた。下宿人は予算の制約上後回しにされていたハウスの罠の枠を置き換えたもので、結果的に第5シリーズでは最後に撮影されることとなった。本作の最終視聴者数は644万人で、 これはドクター・フー・ウ第五シリーズで最低記録であった。しかし、アプリシエーション・インデックスは放送当時の第五シリーズにおいて最高値であり、批評家のレビューも肯定よりであった。スミスと光電の演技が称賛されたが、解決方法に落胆する批評家もいた。クレーグの冷蔵庫には、オルセイ美術館で開催されているフィンセント・ファン・ゴフ・ホテの絵はがき広告が貼られていたが、これは 前は、ゴッホとドクターで、ドクターとエイミー及び、ゴッホ本人が訪れたものである。本作の終わりに、ドクターは、クレーグの住所のメモを渡すようにエイミーに頼んだが、これは、本作の冒頭で、前の時系列のドクターが持っていたものである。エイミーがメモを残す様子は、第5シリーズのフィナーレ、ビッグバンで描かれており、これが、ドクターのタイムラインが巻き戻って彼が、 自身の過去を訪れている時のことであった。クレーグの共同住宅の2階に位置していた宇宙船のコントロールルームはドクターからの招待状、静かなる侵略者で再登場し、サイレンスとつながりを見せる。コーデンはギャレス・ロバーツによる本作の続編である第6シリーズ、子連れのコンパニオンにて、クレーグ役で再登場する。 下宿人は2006年のドクトル風マガジン第368号に掲載されたギャレス・ロバーツによる同名のコミックストリップを元としている。コミック版では10代目ドクターがローズ・タイラーとターディスの到着を待ちながら数日間ミッキー・スミスのアパートで過ごし偶然にも凶暴な地球外生命体の種族から地球を隠して守った。この物語はドクターが 人間の生活の日々を体験するというロバーツが幼少期から想像していたアイディアと宇宙よりもむしろ地球を舞台にした物語を楽しんでいたことを元にしていた。ロバーツのオリジナルのコミックストリップは新しいエグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットの目に止まり彼はロバーツがコミックをエピソード化することを熱望した。ロバーツは テレビ版エピソード化するアイデアをかつて持っていたが、彼はこのことに決して言及しなかった。ロバーツは自身のコミックが以前、コーネルの小説からエピソード化された、ジョン・スミスの恋、ファミリーと永遠の命ほどエピソード化に向いていないと考え、代わりにエピソードの大部分をほとんど一から書き直した。コミックからエピソードに取り入れられた要素には、ドクターが ソニックスクリュードライバーと歯ブラシを間違えるドクターがサッカーに長けているというものがある。しかし、ロバーツはエピソードがコミックストリップとは完全に異なるシチュエーションであると述べており、ドクターがミッキーと違ってクレーグを知らないこと、アパートの2階の敵が新たに追加されていることを根拠に挙げた。ロバーツがエピソードの執筆を始めたとき、彼は 第5シリーズ全体のプロットは知っていたが、誰が11代目ドクターにキャスティングされたかは、把握していなかった。彼は、モファットの完成した台本をもとに、ドクターのセリフを書き、さらなるキャラ付けは、マット・スミスによるセリフの読み上げで追加された。本作には、複数の文化的レファレンスも組み込まれている。ドクターがシャワーを浴びるときに彼は、女は気まぐれを歌っており、 これはインフェルノで三代目ドクターも歌っていた。ドクターは宇宙船のホログラムに自己紹介するときにキャプテン、トロイ・ハンサム・オブ・インターナショナル・レスキューと叫んでおり、これはジェリー・アンダーソンとシルビア・アンダーソンによる海底大戦争スティングレイのトロイ・テンペスト艦長とサンダーバードの国際救助隊を反映している。スラントマガジンのスティーブン・クーパーも ドクターが、プリーズ・ステート・ザ・ネイチャー・オブ・ユア・エマージェンシーと述べた部分を、スター・トレック、ボイジャーのドクターの反映であるとした。予算の関係で、ハウスの罠は、第6シリーズに先延ばしされ、下宿人はそれに置き換えられた形となる。下宿人は、エイミーの選択とともに、第5シリーズの最後の制作ブロックである第7、制作ブロックで制作された。 両エピソードの台本の読み合わせは2010年2月17日にアッパーボートスタジオで行われた。ロケ地での撮影は同年3月上旬に行われ、クレーグのアパートはウェストビルロードで、サッカーの試合は以前、影の森のロケ地にも使用されたカーディフのビクトリアパークで撮影された。試合の撮影ではマットスミスは自身のサッカーの技術を披露した。 彼はユースのサッカー選手としての経験があり、負傷して俳優に転校するまでは、ノーサンプトンタウン FC やノッティンガムフォレスト FC 及びレスターシティ FC のユースチームに所属していた。そのため、サッカーのシーンでは振り付けはほとんど必要とされなかった。下宿人は、イギリスでは2010年6月12日に BBC1 でアメリカでは、 姉妹局の BBC アメリカで2010年7月10日に放送された。イギリスでは 2010FIFA ワールドカップのイングランドの試合と放送時刻が重複し、当夜の視聴者数は460万人に止まった。最終合計値は644万人で598万人が BBC1、46万人が BBCHD のサイマル放送での視聴者であった。 その週の BBC1 の番組では6番目に高い記録を残し、その週の全チャンネルでは21番目であった。その日で2番目に多く視聴された番組であったものの、ドクター風第5シリーズでは最も視聴者数の少ないエピソードとなった。しかしアプリシエーションインデックスは87で、放送当時は第5シリーズで最高値を記録した。批評家は、 マット・スミスとジェームズ・コーデンの演技と相性を称賛した。下宿人に対する批評家のレビューは肯定よりであった。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは本作を楽しいものだ、すっかり楽しめる、面白おかしいと論評した。特に彼はコーデンとハガードがありふれたロマンティックコメディのクリシェにならなかったことと、スミスの演じるドクターがほとんど人間でありながら、 非人間らしさも垣間見せていることを称賛した。しかし、潜伏するタイムマシンの起源が説明されなかったことに彼は不満を表明した。ガーディアン氏のダン・マーティンは本作を今年で最も強力なエピソードの一つであると言い,い、スミスとコーデンの演技を絶賛した。しかし、彼はドクターが人間のふりをしている時になぜ普段のジョン・スミスの偽名を使わないのかを不思議に感じた。 ラジオタイムズの批評家、パトリック・マルケーンは、コーデント・スミスを称賛したが、本作が完全に満足できるものではなかったと述べた。彼は2回の悪役に興味を惹かれず、ユーモアの効いた冗談よりも大笑いのできる瞬間を求め、日々の雰囲気に投げ込まれたドクターが、印象的でなくなったように見えることを嫌った。イグンの批評家マット・エールズは本作を10点満点で7点とし、 フロットの面ではよりふわふわとしたエピソードの一つだと言及したが、間違いの冒険が少なく楽しめると述べた。彼はスミスについて、見ていて極めて楽しい、コーデンとハガードについて、見事に自らの無罪を主張したと評価した。しかし、彼は演出に緊張感のほとんどないままだった、異星人の脅威や物語の他の部分とうまく噛み合っていない、エイミーのシーン、すべてが、 わけのわからない、ごちゃまぜに崩壊した短い解決方法など、より伝統的な、ドクター風の要素を批判した。SFX のラッセル・レイウィンは、下宿人に5つ保守中3つ、半を与えて、基地に飛んだ会話にあふれている、フィナーレ前の愉快な気分転換だと述べ、第5シリーズの他のエピソードの間の MID、テーブルに格付けした。ザ・ AV クラブのケース・フィップスは、 A マイナスと評価し、スミスにドクターとしての喜劇の深さを示させた面白いピクニックであると述べた。また、彼はゲスト出演者も称賛した。階段上のエイリアンについては極めて標準仕様だと言及したが、彼はそれが安全と停滞そして自分の第四の壁のすぐ外に忍び寄る危険の無知にマンネリに止まることで繋がっていることと、 自己満足の罠のメタファーであることを気に入った。下宿人は、コッホとドクターや、パンドリカが開く及び、ビッグバンとともに、リージョン2の DVD とブルーレイディスクで2010年9月6日に発売された。同年11月8日には、完全版、第5シリーズ DVD セットとして、再発売された。日本語版 DVD は2014年10月3日に、ドクターニュ。 ジェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。2011年5月、学校リテラシープログラム用に、ピーター・グティエレスによる本作の小説版が、ピアソン・エデュケーションから出版された。ありがとうございます。